それではビジョンに注目してください。次のノミネートこちら、みんなに共通する名前、山田つきYeah.
はい、いろんな種類があるし、うん、さあ残すところあと一つというと一つなんですけど、もうちょっと時間かかる、結構時間かかるこれは、でここまでね、はい、審査員の先生方にちょっと、途中経過といいますか、ここまでの気になったノミネート大賞はございましたでしょうか。ほぼ8割思ってなかったですよ。皆さん今までちょっといろんな、ね、ファーボー、ありましたけど、なんか気になるようなタヌキランスの可愛かったですね。はい、タヌキランスよな、審査員長。今のところタヌキがなんとすごくいい感じ。いい感じ。常にあの、時代は山回しけど、どうですか。次から。まあでも、ね、安倍の意味も分かったね。はい、もう安倍の、ね、ガッツしかただでしたけど、はい、あれが分かった。意味が分かったんで、なるほど、レッドヒートです。安倍投手とね、勝つ言葉の意味が分かった、意味がやっと分かったから、はい、次もね、はい、次もラストなんです。ラストちょっと時間を要しております。そうですか、はい、ちょっとお待ちくださいね、まあ、でもあの本当に今年はね、はい、このまあ、Twitter、SNS なんかではいろんなことがトレンドになりますが、あの日本シリーズの最中では毎日のようにオリックスであったり、ね、そういう言葉がちょっとエクスパーファローズというのが上がってましたもんね。改めてどうですか、過去ね、あのファンカー社で、ね、もう出てましたけど、今年日本一を迎えてのこのファンカー皆さん、すごいよ。いや、すごい、本当こんなにたくさん集まっていただいて、本当ありがたいです。ありがたいわ、本当にね。はい、いや、今年いかがですか、あの御堂筋パレード、はい、そうパレード、いや、すごいね、夜初めてで、ね、良かったですけど、夜も良かったですけど、お昼でも、はい、ぜひ、ね、僕らちょっとお昼しか見てなかったので、お昼でもやりたいな、毎回ね、はい、パレード、パレード、もう、あれも優勝しないとできませんしね、パレード、できへん、はい、今年いかがでした、パレードとか、最高でした、うん、大阪出身なので、はい、もう知り合いは行きませんでしたけど、もう30万人、知り合いだって、知り合いだって。涙して、はいはい、プロ野球選手でも、もうね、
涙する。それで言うたらもう日本シリーズで負けた高津監督が男なり、そんなにもうね、プロ野球選手がもう一瞬にかけて全てをかけた最高の日本一シリーズやった。もう一流の選手たちが真剣に勝負する姿がすごいですね。ねえ、たまらんファンにとってはたまらん、ねえ、素晴らしい日本シリーズでした。準備できたかな、そろそろもう喋ることないね。全然台本にないね。もう笑いもなかったけどやな。ちょっと真面目な、しんみりしたから、しんみりした話で、大変長い。